屍屋の十兵衛さんの依頼で旅人行方不明事件の解決を任された私たち。そして見つけたのは謎の猫の村。村中妖怪の匂いだらけだ。その化け猫たちの村にあったのは古びたお寺。そこから出てきたのはなんとジュリアン君。メイが大好きなアイドルにそっくり。父さんに何かご用でしょうか。私はジュアンと申しますが。次回「半妖のやし姫古寺の猫ジュアン」。これで本当に銭になるのか。